高根フラワーチャンネル始まります。いつもご視聴ありがとうございます。感謝します。ただいま855名のチャンネル登録者です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。不定期ではございますが、週に 3、4本夕方に配信しております。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はとっても素敵なスティックブーケ、こういうふうに持つスティックブーケを紹介したいと思います。どうぞご覧ください。あ、やってもやったら、はいはい、だからまあちょっとブーケにはきついと思うけどね、小さいぐらいはいけますよ。なんとレモンリーフの代わりにバラの葉っぱを2枚重ねて使用しております。なぜでしょうか。まあこれはレッスンですからね、練習ですから、皆さんはレモンリーフか椿の葉っぱをご使用ください。アイビーでも構いませんよ。まあ練習の時はね、いっぱい葉っぱを捨てるのももったいないですから、2枚重ねてこのようにレッスン練習に使いましょう。今日はね、ブーケは全然問題視してないんですね。ブーケはできるのが、まあ、前提ということで、他の動画をご覧ください。概要欄もぜひご覧になってください。ブーケは簡単にできたということにしておきまして、今からスティックのところを説明したいと思います。スティックがポイントです。というとっても強力なワイヤーを1本ずつフローラーテープで巻いてティーピングいたしましょう。ハンドルもティーピングしております。裸のワイヤーとかハンドルがね、滑りやすいですから、まず滑らないようにフローラーテープでしっかりと巻きましょう。そして14番のワイヤー4本使っております。4本使いますと角張りますね、四角になりますから、後でティッシュペーパーで丸みを出します。そちらもゆっくりとご覧ください。
後ろに、後ろにもしました。映ってる、はい、いい感じ、いい感じ。ちょっと いかがでしたか。スティックがつくだけで本当にとってもロマンティックなブーケになりました。あのオーダーされたら丸いブーケだけじゃなくって、このようにスティックブーケも作ってみてはいかがでしょうか。ただワイヤーをね、長く長くしてリボンを巻くだけなんですよ。ぜひ皆さん、あのプロの方は特にトライしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとう。バイバーイ。